野村古道作。銭形平時、鳥物控え。鈴を慕う女。一。八、あれをつけてみな。え逃がしちゃならねえ。相手は細くねえぞ。あの、名の下がりの浪人者ですかいバカ。あれはどっかの手習い衣装で、仏様のような武家だ。俺の言うのは、 その先へ行く娘のことだ。えあの美しい心臓はくせ者なんですか男い,いたな。静かに物を言え。人が聞いてるぜ。銭形の平次と古文のガラッパチは、その頃繁盛した下絵の徳蔵稲荷に参詣するつもりで、まだ朝のうちの高徳寺前を上野の方へたどっておりました。ガラッパチ、よく見ておくんだよ。 心得のために話しておくが、へい<っ>。平次は一段と声を落としました。武家はちょいと怖い顔をしているが、よくよく見ると顔の造作の刻みが深いというだけのことで、まことに人相に毒がねえ。牙のある獣に角がなく、角のある獣に牙がねえのと同じ理屈で、あんな怖い顔をした人間は、十中ハックは心持ちのいいものだ。ところが、本当の悪党とか、 腹の黒い人間というものは、思いのほか、のっぺりした顔をしているものだよ。見るがいい。あの武家のもとの先には、こっからでも見えるくらい、手わついてるだろう。あれが手習い師匠の証拠だ。子供の手習いを直すとき、シすズりにもとの先が入ったんだろう。へえ、すると、あの美しい娘が悪人って証拠はあの娘とすれ違ったとき見ると、 袖の先に同じように赤いものがついてるが、それは種じゃなくて血だ。それに、あの娘は高徳寺前で、田元から泥焼きの狐様を落としただろう。それをあしも見ましたよ。あれは徳造稲荷の門山で売っていますね。うん、素焼きの狐に泥絵の具を塗って、一つが十二文。あれを懐へ忍ばせておくと、願い事が叶うとか言って、 手慰みをする手合いがよく持っていますが。それだよ。その狐を若い女が袖に忍ばせているのもおかしいが、何かの弾みで落っことすと、乾ききった往来の上で尻尾がかけた。この通り。平次はいつの間に拾ったが、内部ところから尻尾のかけた素焼きの狐を出してみせました。いつの間に拾いなつったんで、早業だね、親分は。バカ。 静かに物を言え、おらいの人が顔を見るじゃないか。ところで、女が物を落とすと、どんなに忙しい時でも、大抵踏みとどまって、一応は拾い上げるものだ。そして、役にも立たないことだが、壊れたものなら、元の通り継いでみるとかなんとか、どんなにつまらないものでも、それくらいの未練は持っているものだ。ところが、あの娘はどうだ おきつねを落ことして尻尾をはかげると、ちょいと振り向いたっきり、拾い上げをともせずに、さっさと行ってしまった。なるほど。こいつはおかしいや。わかったな、八。あの女はバカか五月か。でなければ腹の中に容易でない屈託があるんだ。それも並大抵のことではない。女が願い事が叶うというまじないのおこんこん様を捨てていくのは容易じゃない。 平治の札はすっかりガラッパチをケーキつけました。で、おやん、この仕事、私に任しちゃくださいませんかなんだと八五郎な手柄はじめに、根こそぎ、洗い出してみましょう。大丈夫か、ガラッパチ。大丈夫かは心細いな。第一、あんな吹けば飛ぶような心臓、銭形の平治親分と、その一の子分の八五を取れつけたとあっちゃ。 世間の聞こえもよくねえ。それもそうだな。万に一つの間違いはあるまいが、あの娘を見失っちゃあならねえよ。俺は徳造稲荷へ行って、お前の帰ってくるのを待っているから。ありがてえ。それじゃあ、任せてくださるんだね、親分。ドジを踏むな。相手がきれいな心臓だと思うと間違いだぞ。ど、大丈夫。ガラッパチは平手を額にかざすと、平時に分かれて、 娘の後を追いました。2。平次が篤造稲荷へ行ってみると、果たして思いもよらぬ大事件が待ち構えておりました。神様にも流行り捨てたりで、今は跡形もありませんが、その頃大変流行った篤造稲荷の門前は、何があったのか朝から黒山の人だかりです。 はっともんと早足になって、人混みを分けるともなく顔を出すと。お、薄りがたの親分、ちょうどいいところで。町の口利きらしいのが、顔見知りと見えて、袖を引かぬばかりに案内してくれます。どうなすったんです、これは。大変な間違いがありましたよ。あれを見てやってください。刺したのは、ささやかな玉垣きの下。お、これはひどい。 ゼニ型の兵士も思わず声を立てました。人の死体や残酷な場面は嫌いだと言っても随分たくさん見てきた兵士ですが、まだこんな変わったのは見たこともありません。真新しい紅白の鈴の尾で縛り上げられた中年者の男が、二月三あい口で刺されて見るも無残な死にようをしているのです。ゼニ型の親分。 この通りだ。これはども森の神三郎といって、町内の人気者だ。人に恨みを買うたちの人間じゃない。金を貯めるような心がけの男でもねえ。それがこんな無ごたらしいありさまになって、朝参りの人に見つかったんだ。なんとか仇を売ってやってください。ええ。大変なことをするやつもあるものですね。玉垣の前でども森を殺すなんて。 随分、バチの当たった話じゃありませんか。平次はそう言いながら、一通り死体を調べましたが、四十五六の頑丈な男で、女や子供に縛られそうな柄ではありません。朝と言っても、日中のことではあり、多分、当て身か何か食わされて、一度目を回したのを鈴の尾で縛り上げられ、後で気がついて口を聞こうとしたので、合い口で、めくらづきにされたものでしょう。 最もっとも、まだ人通りも少ない自分で、死体は玉垣の横手の方にあったのですから、夜が明けたといっても、ひと時や半時は、知らずに過ごせば過ごせないこともありません。何人目かの朝参りの人が、拝殿に下がっている鈴の尾が、引きちぎれているのに気がついて、急に騒ぎ出すと、間もなく玉垣の横、ちょっと人目につかないところに、 銅盛りの死体が転がっているのが見つけられたのです役人の見える前に平治は忙しく辺りを探しましたがさい銭箱の上に下がっている大きな鈴とその下についた紅白の鈴の王がちぎり取られている他には何の変わったところもありませんさい銭泥というのはいつの世にもあったもので器用なのは鳥持ちで釣り荒っぽいのは釣り 箱をぶち壊すのですが、見たところ、そんな様子は少しもありません。はて、銭形平治ほどの者もの、も思案に余って、諸腕をこまぬきました。そのうちに、徳造稲荷の前は、野印までいっぱい。地三郎が、殺されたとよ。あんな仏様みていな人間を殺す奴は、どんな野郎だろう。それに、玉行きまで血で怪我してよ。 バチの当たった畜生じゃないが、お稲荷様だって黙っちゃいなさるめ。こんな噂を平次はじっと聞いておりました。この事件にはよほど深い奥がありそうです。やがて平治は門前の土産物屋へ行って色々訪ねてみましたが、朝参りの客は土産物などに目をくれないので、つい今しがた表戸を開けたばかり、 何にも知らないという心細いやりさまです。十八区の美しい心臓がこのまじないのおきつねを買っていかなかったかえへ、ええ、そんなこともありましたでしょうが、何分毎日二三十ずつ売れるおきつねさまですから、はっきり覚えちゃいません。場所柄で芸儀衆や水茶屋の姉さん方がよくお買いになりますよ。土産物屋のおかみさんの記憶は、は,なはだ、 心細いものです。3。ちょいと、お兄さん。ふいに、本当にふいに、娘は立ち止まりました。お屋敷風とも町屋風ともつかぬ、18区の賢そうな売りざね顔。どこかおきゃんなところはありますが、育ちは良いらしく。 そうに、美しくも、可愛らしくもあるうちに、なんとなく品があります。冬打ちをくらって、ガラッパチは、往来の真ん中に立ちすくみました。秋が深いにしても、朝の光の中に、鬱陶しく放かむり、登山をはしょって、左の拳で野草を決めた格好は、どうひいきめに見ても、あまり結構な風俗ではありません。私の家はここよ。 あとをつけてきたんなら、もうお帰り。えなんてまぬけな狼だろう。お虹のような短架を、とがんとしている向こう飛体に浴びせて、娘は路地の中へ、さっと消えてしまいました。あまりの鮮やかさに、しばらくは、あとを追うことも忘れて、娘の言葉を噛みしめるように、ガラッパチは立ち止まりましたが。うわ、いけねえ。 路地へ飛び込んだが、もう行けません。中は幼鳥たる抜け裏娘の姿は本当に虹のように蒸発してしまったのでした。ちくしょうめ大きく下打ちを一つ。せっかく引き受けた大仕事をしくじってしまって、面目次第もなく、朝の元の大通りへばーっと出ると、ちょうど通りかかったのは先ほどの武家。 親分の平次が手習い師匠に見立てた五十前後の浪人者です。この武器をつけてやれ。心臓の尻を追いますよりは気が咎めないだけでもいい。勝手な独り言を言いながら少しやり過ごして、普段の七つ下がりの洋館色の浪人の後からつけ始めました。それから大通りをしばらく行って路地を二つ三つ曲がると、 とある路地の中へどっこい、今度は逃がさねえぞ。浪人者のかかとを踏むように続いて入ろうとすると、今度もまた見つかってしまいました。これこれ、ジョニー。へへい。先ほどから拙者の跡をつけておるようだが、何か用事でもあるのかなとんでもない。追いはぎ泥棒なら諦めて帰るがよかろう。この通り。 無力の老人者だ。一文も持ち合わせがない。その上、年こそ取っておるが、拙者は腕ができておるぜ。はっはっはっは。カンラカラカラと笑い飛ばすと、刻みの深いものすごい顔の紐がいるんで、群青で描いたような青髭の跡までが愛嬌になります。へえ、あっしは悪い人間じゃございません。そうだろう。その方の人相は、 どうか,いかぶっても悪人というそうじゃない。鼻がすっくり返って、目尻が下がって、歯が少し乱食いだな。そんな刻みの深い顔は、すべて善人か愚人にあるものじゃ。ええ。悪人はもう少し、のっぺりして、すごみがあるな。ガラッパチ、もうすっかり、面食らってしまいました。親分も、そんなことを申しましたよ。あのお武家は、 ちょっとすごい顔をしているが、きっと仏様のような方に添いないって。仏様は少し嫌だな。まあいい。ところで何の用事で拙者の後をつけた返答によっては許さんぞ。決して旦那の後をつけたわけじゃございません。せんかく旦那の前へ行ったあの綺麗な心臓がどこへ行くかと思ってちょいとその馬鹿野郎。へ お前のようなバカがおるから若い娘が一人歩きもできないのだ今日だけは見逃してやるさっさと帰れガラッパチは全く散々な敗北でした二三丁すっ飛んで浪人者は路地の中へ消えるのを待って近所の酒屋で聞いてみると白川哲之助という九州あたりの浪人者で大した金持ちというわけではありませんが 暮らしには困らないらしく、別に士官の道を求めるでもなく、毎日、ぶらりぶらりと遊んでいるということでした。あの、狼者は、手習い子を集めて師匠をしているでしょうね。い,いえ、そんな話は聞きませんよ。身よりも知るべもない一人者で、時々、ぶらりと外へ出る他は、ちんぷんかんぷんな本ばかり読んでますよ。閉めた ガラッパチはそれだけ聞くと、よっとびに、徳造稲荷へ駆けつけました。娘を見失ったのは、何と言っても大失策に相違ありませんが、その代わり、あの浪人者を、手習い師匠と鑑定した、親分平治の失策もつかんだのです。これなら、五分と五分。いや、七分と三分くらいかもしれませんが、とにかく、親分のお小言も緩和されるだろうと思ったのです。 徳造稲荷の前へ帰ってくると、黒山の人だかり。おいよ、お、はいよ。矢印を開けて入ってみると、玉垣の下、紅白の鈴の尾で縛られた銅盛森の死体を前に、銭形平次は腕をこまどいて考えているところでした。親分、これはどうしたことですおう、恥か。あの娘はどうした入山でつけて行ったんですが、 恐ろしい八幡のやぶ知らずの抜け道へ入り込んで、とうとう受けっちまいましたよ。何見失ったバカ野郎。その代わり、親分、あの浪人者は手習い症でないってことまで突き止めてきましたぜ。そんなことを誰が頼んだ、バカ。向こうへ行ってしまえ。えへへ。ガラッパチは誠にめちゃめちゃです。 四。徳造稲荷のどうもり殺しは、それっきり下手人がわかりませんでした。銭形平次は身一つに引き受けて、いろいろ探索の手を費やしましたが、何としてもわかりません。神三郎は全くの一人者で、金も経類も人に恨みを買う覚えもなく、その上、さ銭箱が無事で、取られたものといっては、拝殿の鈴だけ。 これも人三郎を縛るために、鈴の尾を引きちぎったとき、一緒に転げ落ちたのを、そのまま誰か拾って、猫馬場を決め込んだのかもわかりません。しかし、この時代の迷信深い矢島馬が、お稲荷様の拝殿の鈴を隠すというのも受け取れないことです。さては、鈴を盗むためであったか 不動平次はそんなことを考えました。しかし、社の拝殿の数などは、迷信的な気持ちに下がらってまで盗むほどのものではなく、第一、小さい屋代はすっかり荒れてしまって、最近、一手に寄進する金持ちがあって、改造に取りかかる手はずにまでなっていたのですから、古い数などは、その時は自然、新しいのと変えられるでしょうし、手順を踏んで頼めば、 随分安く手に入らないとは限りません。どう考えても、人を殺してまで取るほどのものではなかったのです。それにつけても、あの娘を逃がしたのは、なんという手ぬかりでしょう。古文思いの平時も、この時ばかりは、ガラッパチに半日も物を言いませんでした。袖の先に血のついた娘。それも、 間違いなく、この境内から出た女の行方を、つまらない手違いから見失ってしまったというのは、何としたドジでしょう。最後に残る手段は、鈴の行方を調べることです。平次はその日のうちに、あらゆる古文を借り集めて、界隈の小道具屋や、道見屋を聞かせました。親分のメガネは曇らねえ。確かにありましたぜ。 第一に飛び込んできたのはガラッパチ。何があったんだと、平時。さすがに腰が上がります。近頃、下屋中の古道具屋から鈴を買い集めたものがあるって言いますぜ。本当か、アジ。本当か、は、情けねえ。この足で歩いて、この耳で聞いたんだ。間違いっこはねえ。その上、道宮の廃電の鈴が、ちょいちょい盗まれる。 なんだとお分こん。これはどこかに鈴を集めて、無本でも企む奴があるに違えないバカだな、おめえは。鈴が鉄砲玉の代わりになるかよ。ところで、その鈴を買いに歩くのは、男か女か。男も女も、武家も、町人もあるってことですよ。いつ頃から始まったことなんだ今度、半年ばかり前から、ぼつぼつあったことだが、激しくなったのは、 この二三日だってことですよ。よし。それで上がった。八。へえ、てめえ、いつでも、親分のためなら、命を投げ出すと言ったね。へいじは、少し、きっとなります。いましたとも、はばかりながら、小判型の八五郎。金や命に、痛めはつけねえ。痛めをつけたくも、金なんか持っちゃいめえ。ズボシ、親分の眼鏡は、困らねえな。 幸い、命だけは一つ持っているだろう。そいつをちょいと貸してくれ。お安いご用だ。寄せゆきのですかそれとも普段使いのですかバカだな、お前は。すべてこういった調子ですが、昔の江戸っ子はこうした稽古のために自分の命くらいは何とも思わずにかけました。誰にも言っちゃならねえよ。俺たちの知り合いからできるだけ鈴を集めるんだ。それから、 熊や参考にそう言って、まだ手の届かねえバスへから鈴を集めさせ、それをしょって、てめえしばらく鈴を売って歩くんだ。そんなことなら何でもありゃしません。やりますとも。島まの子で鈴を探している奴は、通で釣るより他に手はねえ。わかりましたよ、親分。鈴でも半生でも売って歩けますよ。物事を単純に考えるガラッパチは、もうすっかり成功したつもりで。 飛び出してししてままいました。5そのあくる日八五郎はすっかり鈴屋になりすまして入り屋から根岸の方へ流しておりました万筋のやぼったい合わせに鉄鋼樹判をつけ置き手拭いまでした格好は誰に教わったか知りませんがすっかり行商人の板についております 肩からくすずの箱を雨屋さんにかけて、両手には大きい鈴を、新しいのと古いのとを取り混ぜて、五つ六つずつ下げました。えい、ー、鈴はいませんか大きいのは拝点の鈴から、小さいのはハサミの鈴、腰さゆからポックリの鈴、新しいのもある、古いのもある、金の鈴、銀の鈴、 真鍮の鈴、赤の鈴、鮎の鈴、手の鈴、釧路の鈴、大東の鈴、鈴鏡。さては犬の鈴、鷹の鈴、およそ鈴と名のつくものは何でもある。鈴はいりませんかなガラッパ氏は時々懐を覗いて、金で書いてもらった工事書を弁慶読みにしながら、こういった声を張り上げました。 猫の飲み取りさえ触れ歩いた時代ですから、鈴売りなどは決して珍しいものではありません。ちょいと、鈴屋さん。八五郎は時々呼び止められて、猫の子の鈴、ハサミの鈴などを売りましたが、篤造稲荷で盗まれたような大きな鈴は誰も触れ向いてはくれません。あ、来る日、ガラッパチは、 寝石の奥へ入りり込んでおりましたすっかりもう板について、懐を覗かなくともすらすらと工場も言えるし、元で構わずの鈴も相当売れますから、なんだったらこのまま足を洗って、鈴売りになるのも悪くない、といったようなのんきな気持ちになっておりました。ええー、鈴屋でござい。鈴はいりませんかな手の鈴、歩いの鈴。 くしろの鈴、と、張り上げていると。ちょいと、鈴屋さん。た家の寮の裏手らしい、黒い壁のくぐりが開いて、若い女が小手まねぎをしております。へいへい。ごしん様が鈴をご覧になりたいとおっしゃるよ。ちょいとこっから入っておくれ。へいへい。誘われるままに、ちょいと庭に入ると。 後ろのくぐり戸はぴしりと閉められましたが、そのはずみに振り返ってみると、呼び込んだ娘というのは、3、四日前、江徳寺前からつけて、入屋で守びよくまかれた、あの袖の先に血のついた合わせを着ていた娘だったのです。おおガラッパチは、思わず声を出しましたが、岩石につまずいたようなふりをしてごまかしました。様子はすっかり変わっているし、 手拭いは吉原かぶりにしているし、たぶん俺とは気がつくねえ。といった相変わらずガラッパチーの楽天的な心持ちで、娘の後について、寮の庭を回りました。ご新造様、鈴屋を呼んでまいりました。障子の中へ声をかける。ご苦労だったね、八重。優しく答えて、秋の朝日の灰夜、障子を開けたのは、 二十二三とも見える少し秒針らしいが恐ろしい美人ガラッパチも吉原かぶりの手ぬいを取って思わずひょいとお辞儀をしてしまいました眉のあと青々ああと妙に寂しくほっそりしておりますが水際だった元禄姿で敷居の上に桜貝のような素足の爪を並べて立つと腰から上真珠色の霞がたなびいて 雲の上から微妙な声が聞こえるといった心持ち。ガラッパチは一んに降参してしまいました。下町には入りそうだが、この辺りへ鈴屋が来るのは珍しいね。どんな品があるか皆見せておくれ。気に入りさえすれば、いくつでも買ってあげるから。へえ。あぜんとしていたガラッパチは、 ようやく人心地がつくと、そそくさと鈴の箱を開けました。しかし、このとき、灯籠の影、木戸の後ろ、縁側の隅などに、いくにかの人間が、絵に狙い寄る猛獣のように、目を輝かしているのに、はじごろ、少しも気がつかなかったのです。箱の中の鈴と、手に持った鈴と、 洗いざらい縁側に並べると八五郎を案内した美しい女中は手を挙げて合図しました。され四方から飛び出したのはことごとく女、女中、間遣い、おはり、飯炊き、あらゆる種類を尽くして八五郎の八方からさっと飛びかかります。おお、何をすると言ったが追いつきません。女と思って。 甘くあしらっているうちに風呂敷をかぶせて帯紐で縛ってそのまま物を思いわず奥へ担ぎ込みます六。ガラッパチは出かけてからもう三日帰りませんでした隅形平次さすがに放ってもおけません与力の笹野新三郎を訪ねて聞くと 石原利助は堂守殺しの下手人として徳造稲荷の隣に住んでいるヤクザ者の戦仙地を挙げたという話これは博打の元手に困って神三郎の財布を狙ったものと見たわけです神三郎のへそくりそんなものがもしあったとしたらろくに鍵も情もない神三郎の部屋へ忍び込んで何とかして取るのが本当で。 さい銭箱の上に登らなければ取れない鈴のを引きちぎって玉垣の下へ死体を放り出しておくというのはあまりに念入りな頭の悪さですそんなはずはございません下手人は思いもよらぬ大物でしょう平次はそう言って与力の役託を出ましたがさて大きい口をきいたもののたぐっていく手鶴が一つもありません 念のために下屋へ引っ返して、徳蔵稲荷の氏子総代、泉屋という町内の酒の主人に会って聞いてみると、思いもよらぬ真実が上がりました。それは、徳蔵稲荷の建物は広く古くなったので、最近、掘り止めの穀物問屋で、諸藩のお金御用も務め、苗字台頭まで許されている大川屋孫三郎が、 全然新しく建てて寄進することになり材木まで用意して来春早々工事に取りかかる運びにまでなっているというのですそれだけなら何でもありませんがその上古い道具は新人のためマザブ三郎が申し受けご本尊を除いた一切の付属品とともに根岸の寮の広い庭に移してそのまま祀ろうということに 決まっているという話なのです。サイゼン箱から鈴の尾まで新しいのと書いてくださるそうで、うちが一度お喜びでございます。それにつけてもこんなに荒れたままで、岡谷さんに差し上げてはいくらなんでもおきの毒だからと申して、玉焼きと鶏を塗ったついでに、傷れごしだけはベニガラで塗っておきました。 そのやさきあの騒ぎで本当に私どもまでどんなに迷惑したか分かりません。親分のお力で一日も早く下手人が捕まるようにと氏子一同そう申しております泉屋の主人の話を聞くと平次の真っ暗な胸には殺到一同の巧妙がさしました。ありがとうございました。いろいろわかりました。 稲荷様のバチということもありますから、そのうちには下手人も分かりましょう。親釜衆。泉屋を飛び出した平次は、その足ですぐ、根岸の大川屋の寮を目当てに行きました。まさか、ガラッパチの真似をして、鈴屋になって出かけるわけにもいきません。おかっ引きにしては、少し手堅い普段着のまま、まず、市長司法もあろうかと思うような。 板塀屋の外ぐるりと一回りしてみました近所で聞いてみると大川屋の主人というのは働き盛りの四十男ですが早く連れ合いを失い千年吉原で馴染みを重ねた花魁を受け出して親類の承諾を得て後沿いに直しましたこれが不思議と心がけのよい女で美しくも優しくもあったのですが 何分の病心、彫り止めの本宅に置くわけにもいかず、怜氏にこんな立派な量を立てて、女手に明かして住まわしてあるのだということでした。その女は、およねといって、不思議に鈴の根を愛し、長い間買い集めて家の中は鈴だらけ、召使いを呼ぶにも食事を知らせるにも、いちいち鈴を鳴らすのだと聞いて、平次はすっかり、 上天になりました。門を入って耳を澄ますとなるほど秋の空気に響いてどこからともなくゆかしい子の音が聞こえてきます「これだこれだ」れだ。英治は独り言を言いながら寮の玄関にかかりました七。 寮の玄関には大きい鈴がぶら下がっておりましたその頃では珍しい試みでなるほど鈴屋敷だと思いながら二つ三つガランガランとやると玄関の障子が滑らかに開いてどなた様で首をかしげたのは忘れもしないガラッパチに付けさした娘なるほど重い色の短歌は切りそうなおけんな娘です お,お前さんはやはりここの人か娘はさっと顔色を変えてそのまま障子を締めそうにするのどっこいまった俺は女将の御用を聞いている平治という者だがお前さんには徳造稲荷の神三郎殺しの疑いがかかっている変なことをしちゃかえってためにならねえ黙って主人に取り次いでどうして鈴を集めたか 死祭を話して証を立てなきゃ、どんなことになるかわからないぜ。平治の態度には、商売柄にも似ぬ、勘で含めるような物優しさがありました。娘は、はっと顔を伏せましたが、思い定めた様子で、しばらく、おまきくださいまし。静かに奥へ消えます。やがて通されたのは、 様で広くはありませんが妙に小切れに片付いた寮の奥座し待つ、ま、間もなくお待たせいたしました銭形の親分さんだそうでちょうどいい方にお目にかかりました私は大川屋の連れ合いで米と申します敷際で静かに挨拶したのはもはや名義といった面影はありませんが いかにも洗練された美しい女房ぶりです面倒な駆け引きは脱ぎりして早速承りますが手前どもの八五郎という男を鈴りに身をやつして参ったはずでございますがあれはどうなりました平治の女子は平坦なうちにも一歩もかしゃくせぬ厳しさがありましたははいあの方は 身分をおっしゃいませんので、全く敵の回し物と思い込み、しばらくこの寮へとどまっていただきました。そうでしょう。いや、そう打ち明けておっしゃってくださると、大変私もお話を申し上げよくなります。ところで、その次に伺いたいのは、徳造稲荷の鈴のことですがあれは一体どうなりました平氏の言葉は、直ちに、 問題の確信に触れれていきまます晴れは少しも存じません先ほどお取り次ぎに出ました召使いの八重ともすむ娘に朝夕あの鈴を見張りながらお参りをさせておきましたがあの日行ってみると鈴は紅白の大ごと引きちぎられ玉垣の下には鈴の尾で縛られた死骸があったと申します。 八重は気丈な娘でございますからもしやと思って死骸の近所を探したそうですが鈴はやはりなかったそうでございますその時たもの先を少し血潮で汚したとか言っておりましたお米の答えは明快を極めました眉の後の青々とした名棒の女主はさすが昔の前性を忍ばせて 年にも柄にも似合わぬ頭の良さがあったのですそうでしょうあの子に鈴の尾をちぎれるわけもなく気が強いと言っても神三郎を殺せるはずもありません最初お来ですれ違った時は田元の血を見てびっくりしましたが神三郎の死体を見てこれは女子供の仕業でないと分かりましたよおかげで だいいいぶ目鼻がついてまいりまりしたこういう平時の態度や言葉はその人柄のように陰銀で世の常の岡っ引きとはあまりに違っておりました最初は多少警戒的な気持ちで話していたおよねも次第に信頼しきる心持ちになって「それならどんなことを申し上げればよろしいでしょう」つい こう言ってみるのでしたたったこれだけのことを打ち明けてください。どうしてこんなにたくさんの数を集めなすったか、この数は何になさるつもりか、それから八五郎を敵の回し者と間違えたとおっしゃったが、その敵というのは誰か、それだけを聞けば私の用事は済みます。はい、決して隠し立てはいたしません。 何もかもか申し上げます。父が生きておればどんなことがあっても口外のできないことですが今ではもう昔話になりましたおえねは思い入った風情にこう申しました八 おの父というのは吉村道之丞というキリシタン侍で島原の山と一騎が事を起こす前に七人の同志と江戸に先行し将軍お膝元で事を挙げるつもりでしたが島原の乱も案外早く平定し徳川の礎はいよいよ強固で痩せ浪人の作動ではどうにもならないと分かると七人の同志と相談して じ,じりバラバラになり吉村道之丞はその中心人物として長い間一味の連絡に当たっておりましたその後天草で習ったオランダ風の飾りを応用して精巧な鈴を作ることを工夫し吉村同斎と名乗って江戸中の神塚の人気を集めましたが名人技であまりお宝にはならず 年中貧乏を看板に女房一人娘一人を養って事垂れりとしておりました女房おあやが死んだ後はその唯一の形見の金冠差しを煮込んで大きい鈴を作り自分の仕事部屋にかけて朝夕成長な音を楽しんでおりましたがある夜賊が入って吉村同妻を斬った上 あらゆる鈴を盗んでいってしまいましたあくる日まで生きていた同斎は重い手傷にも屈せず「敵は河合辰之助敵はいたつのすけと言い続けて命を落としました河合辰之助というのは日頃父同斎と懇意にしていたこれも西国の浪人者で多分父同斎が 島原の残党七人の連絡係を務めそのところ名前書きを持っているのを知って奪い取ろうとしたのでしょう島原の残党七人のところ名前が分かれば譲っても素認しても相当の金になったのです一人残された娘のおゆねは悪者の手にかかって吉原に身を沈め 生来の美しさと賢され、一時は前盛を歌われましたが、縁があって、大川や孫三郎に引かされ、今は何不自由なく暮らしているものの、どういうものか体が楽になると帰って気が弱って、昔、父、同妻の作った美しい鈴の音が忘れられません。夫、孫三郎の許しを受け、 金に明かして信仰いろいろの鈴を買い集めその中から同盟名のを探し出して楽しみにしておりましたが不思議なことに母の金管差しを追い込んだ父の最後の傑作が見えませんだんだん戦議しているうちに誰の手を経てどうして売られたかその鈴は篤蔵稲荷の拝殿にあることを見つけ鈴だけ処分するのも 稲荷様を騙すようで気がさすので八代を全部寄進する代わり古い祠を何もかも申し受けこの根岸の寮に移して拝殿にかけた父の最後の傑作「霊浪たる明林の音」に朝夕親しむつもりだったのですこんなわけでございます親分。おやぶん 父親の作った鈴の音を慕う私の心持ちをお察しくださいまし長物語を終わったおよねは物悲しそうに平次の顔を振りあぐばかりでしたおやぼんこれから。 どうなんでしょうかねと、ガラッパチ。俺にもわからね二日でも、尿の島みたいな寮に引き止められていたんだから、てめえも少しは恵がついたろう。なんとか、この先を考えてみな。チェ、漢字らみにされて、何度に放り込まれていたんですぜ。あんな恐ろしい尿が島ってあるわけのもんじゃねえ。あの太っちょの飯し炊きを、また恐ろしい力で。かわすなよ、ハ の平次と八五郎はこんなことを言いながら根岸の奥の寮を引き上げました山で来ると何を考えたか平次は率先として往来に立ち止まります八てめえあの浪人者は手習い師匠じゃねえと言ったっけな何ですってあの騒ぎのあった朝高徳寺前であって お前がつけていったヘヘへへ、<laughs> 千両の一室って公爵師は言いますぜあの時ばかりは親分の眼鏡も困ったねつまらねえことを言うなことあの浪人者が手習い師匠でないとするとあの袖の赤いのは朱じゃなくて紅柄だえ徳造稲荷の木連れ格子は紅柄を塗ったばかりだって 泉屋の亭主は言ったね。あの拝殿の鈴を虫に取るのはさい銭箱の上に登らなきゃならねえが足元が悪いから鈴を取るとだらりと行く塗りたての削れ格子に袖や玉とぐらいは強く触るだろうじゃないかもうあろそれに大川屋のご心臓は父親を殺した河合辰之助というのは生きておれば五十を越したはずで 青ひげのすまじいちょっとこわいかおをしたおとこだといったえさあこいガラパチためにとっちゃけがのこみょだそのろうりんもののいえあんないしろおいほんこうおいでなせいふたりはちゅうをとんで 白川鉄之助と名乗った浪人者の長屋へ駆けつけました。そっと、格子から覗くと、家の中は鈴だらけ。主人の哲之助は、障子に漏る秋の日の中に、いい心持ちそうに昼寝をしております。こんにちは。こんにちは。ごめんください。八五郎が腰を開けると、かわいい哲之助。 来よう銭形平次が飛び込むと一緒でした。浪人者はさすがに身だしなみで、引きつけてある一刀を引き抜き、何を真っ向から向かってくるのを迎えて、ピュー、ピューと、平次得意の投げ銭。一個は刀を抜く拳を打ち、一個は眉間をしただかに打ちました。わあ、と、たじろぐところを折り重なって、 ひしひしと縛り上げますガラッパチも人柄相応にバカ力があるのでこんな時は存外役に立つのでした河い達之助の首はまもなく鈴鹿森にさらされました道宮の鈴を盗み歩いたのは自分が同妻を殺した時盗んで売った鈴の中に 島原の残党の所名前が書いてあることに気がついたためでしたが、お知らせでそんなことを申し立てても、もう神役人も相手にしてはくれません。一つは、河合辰之助の家から没収した鈴に、そんな所名前などを書いたのは一つもなかったからでもあります。もっとも、 徳造稲荷から盗んだ数だけはそっと銭形平次の手からおよねの手へ返してやりましたその数を2つに割ると中にはこまごまと何やら書いてありましたが平次はもとよりそんなものを読もうともしなかったのです後日そのことについて の笹野慎三郎に聞かれた時平治はケロリとして今頃島原の残党が2人や3人ヨボヨボになって江戸にいることを詮索したところで何の足しになりましょうそれより大事なことをお耳に入れておきますがいい辰之助を捕らえた手柄はこの平治ではなくて ガラッパチの野郎でございますよ。あの男はなかなかバカじゃございません。おついでの時褒めてやってくださいまし。こんなことを言っておりました。